左スカートなびかせ恋の階段飛び込む私くじけないから君にたどり着くまで少し前だ大切に取っておいたんだ誰かを独り占めしたいなんて初めて知った片思いウソと虹は反射く放課後夜明日夜なら結局言えなかった君が好きでそう めっちゃ好きです。開通した時に違うそれじゃん、違う、あ、新幹線だわ そうだよごめんなさい、はい、それでは聞いて
聞いてください。テーマシトカ計画。テーマシトカ計画、テーマシトカ計画、テーマシトカ計画。テーマのことなら何でも聞かれ、山ありゃ見る、空気も甘いし、アイドルも欲しい、白指なのし、田舎を待てたら新幹線開通。乗ってみたいなって言われてみたいな、憧れの人諦めないで、ビッグになってトップアイドルなっちゃって。テーマシトカ計画、テーマシトカ計画、テーマシトカ計画。テーマのことなら何でも聞かれ、おもしろい行事、楽しい行事いっぱいあっし、みんな定期公演に来られんか、ええかって、そんな歌えるアイドルなかなかおらんぜよ。コキリコムギやエッチュ終わらでゴー。
ございます。ありがとうございます。はい、続いての曲はですね、はい、続いての曲はカバー曲です。はい、もうあと 1,2,3,4 曲になるんですけど、はい、何回か水分補給するんでちょっとシーンってなります。じゃあ聞いて やりましょう。どうも、それでは聞いてください。空色デイズ。聞こえる僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも比べてない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。ない空の色も知らないね。走り出した思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を築いてゆく。答えはいつもここにある。過ぎた季節を嘆く暇はない。二度と迷ってしまわぬように、数えきれないほんのささやかな、そんな後悔掲げたまま、その背中だけ追いかけてここまで来たんだ。探してきっと僕だけにできること、あの日くれた言葉が今でもこの胸に確かに届いてるから、昨日よりも今日僕は僕の生まれてきたわけに気づいてゆく。答えはそういつもここにある。
残り2曲になりました。来たばっかり昨日も言われた。告知、2月分の告知ですね多分。はい、2月11日土曜日にモエールでビエノカフェがあります。時間は1時からで、終わるのが2時になってます。3時で、2月12日日曜日はまた燃えるで燃えて駅があります。ボルファートの1階に燃えるというカフェがあるのでそこでやります。開演が1時からで、終わるのが2時になってます。違う役ね、だから3時って言ってやんけ。ほらですよね。ねえはい、もう残りはホームページを見てください。お願いします。はい、次はタオルを使うライブじゃねえ曲なので、ぜひみんな振り回したり走ったりお願いします。それでは聴いてください、音速ダッシュ。せーの。
足しぬき足で写メをパシャリ横顔遠く一の寝ぼけ顔ヒルトがふやられた目と目が合ったらバババキキュに止まれない知識が乗っていたいとくつぶってくる聞くぜ乙女を読みとあらば即参上出して茶草今すぐ行くのだダダダダ我が本社の鐘の声政治上無用の響きあり流行り廃りの先陣切って恋の尻尾を呼びかける音速超えてさっそうと登場何もしないで後悔するくらいはいっそ当たって砕けるのが乙女の心意気乙女いざ参る後に続くのだダダダダ友情愛情隣から苦情ネタに尽きる年頃最後まで打ち投げてんだほとんど中身忘れる例えばなし男で過ぎたら自分で息が好きな子いるか聞きたいだけあの、そのやっぱりいいですうぃーはー乙女弱気は捨ててそうねまずは自分好きになろう意外と大事だダダダダビッグで乙女勝負どころを見極めて乗るか反るかマッチか心の準備だダダダダついに不足とイライラはお肌の敵です甘いものに逃げろ食べ過ぎ注意だダダダダシナリオの行くわけないけどだけど妄想だけでも抜けかけないマリオンセオの行くぜ乙女およびとあらば即参上もたもたしてたと今すぐ行くのだダダダダ小さな幸せ積み上げてくその先に答えは待っている神に祈るのだダダダダ一二の三地でダダダダさっきその片隅に書いた落書き君の顔見つめられた気がして少し胸が苦しくなったんだきっとこんな気持ちだと君は知らない伝えたい
から振動が伝わる謎が歩く速度が遅くなる君とこれが残生だと分かっているつもりメモで言葉に出て弱虫だ僕の気持ちをずっとずっと僕の肩ずっとずっと見ていてほしい僕の隣には君がいてほしいからどうかどうかっていうやつで2位取ったやつなんですよ。おー、はい、食べましょう。それでは以上、私たちピチピチの宝石アイドルピエノロスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。